夜のチェンマイモン市場にやってきました。私のお気に入りのロティの屋台です。今回はバナナロティを注文します。130円です。バナナロティは安くて美味しいローカルスイーツです。屋台でこうして目の前でロティが調理されるのを見るのが好きです。手際がいいので見ていて飽きません。こんな感じでロティはたっぷり油を使って調理します。ボリュームたっぷりです。コンデンスミルクをたっぷりかけます。夜中に食べるバナナロティは格別です。